はい、続きましてですね、スパイラルアットさんですね。はい、お願いします。今日はですね、新メンバーね、一人、コンがね、加わりまして、今ベースの方が旅に出てるということを知らせました。今一生懸命写真撮ってますけども、あそこで。はい、ですね、向こう側から兄さん、あやね、ね、で、父さん、ね、ということでですね、兄さん、あやね、父さん、ね、いう感じでね、やってます。今日がですね、60回の、ライブ60回ということですか、ライブ60回ということでですね、ね、素晴らしい。ね、これからもですね、いい歌をですね、歌い続け、弾き続け、ね、足跡をね、残していただきたいと思います。それでは、スパイラルアットさんの演奏でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
した。こんばんは。ほぼ初めまして、スパイラルアットと言います。ほぼっていうのはですね、私たちスパイラルアット、メンバーがちょっと変わってるんですけども、アルマジロさんは実は2回目でですね、5年ぶりです。藤ヶ丘にですね、ココペリっていうお店があった頃にシャンディさんにはだいぶお世話になってまして、今回ちょっと久しぶりに呼んでいただけたっていうことでとても感謝しております。よろしければまた出していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
私たちは実は去年、ほぼ去年1年間ちょっと新しいチャレンジとして、普通のこうバンド形式でドラムを入れてエレキでちょっと1年間やってたんですけど、またちょっとアコースティックに帰ってまいりまして、父さんは新たに加えまして、この間までね悩んでたんですけどね、なんて呼びましょうかっていう。おはつけないですけど、改めまして父さんと兄さんと永明です。というわけで、こういうアコーギの方に通ってまいりましたので、ちょっと去年やれなかった、まあガットですけども、ちょっと久しぶりにこの曲、カバー曲をやりたいと思いますので、じゃあまた、誰でも、また誰でも知ってる曲なので、もしよろしければ一緒に歌っていただければと思います。じゃあ、Fly Me to the Moon。Let me sing this way, there's a good joy to tell.
ちょっとね、きっとほんのちょっと。
ステージが終わりましたら私もビールをいただこうかと思っているんですけども、実は私は今月に入ってからお酒をまだ飲んでおりませんです。本当は普通に飲む人なんですけども、実は、2日の日にですね、たまたま私ちょっと大腸検査をしておりまして そうなんですよ。それでなんかちょっと処置をしたらしくって、診断上は私昨日まで絶対安静だったんですね。で、腹圧をかけない生活をしろと言われてるんですけど、どんな生活ですかね。でもしょうがないじゃん。なので、まあ今日歌いましたし、その後にアルコールも解禁しようかなと思っております。というわけで、最後の曲で、うちの曲で一番長い曲なんでじっくり聴いていただきたいなと思います。迷路っていう曲です。静かに白い
何もつかめずに、プライドだけが一人歩き始める。途方もなく大きな音色、壊れてた大切な過去を、僕らは進むしかない道だけ道を行く。
これがセンター。今日がですね、60回ということでですね、ちょっと今代表でね、あやねえにお花渡しましたんで、後でこれ分かれるようになってますよね。好きな花みんな取ってきてください。はい、スパイラルアップさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ビールお願いします。はい、素敵な音楽をね、どうもありがとうございました。はい、ですね、次ですね、はい、まだちょっとセッティングまでにね時間かかりますからね、ちょっとお時間までいただきます。皆さん飲んだり食べたりしてください。次はですね、今日